皆さんこんにちは。今回は前回途中になってしまった家づくりを終わらせます。うちに村人が住み着くのをどうにかできないものか。今回は建築だけなのでカット、倍速を多用していきます。カット。前回ここまで仕上げた家を完成させよう。倍速でお送りします。建築をしている間、雑談でもしましょう。うつ主はこの夏休みに友達と出かける約束をしていたんですよ。うつ主は学生です。夏休みに2回どこかに遊びに行く予定があったんですが、早い方の日にちに友達数人が別の予定が入ってしまい、その日に遊びに行くことができなくなってしまったんですよね。それで、残った人で行こうとなったんですが、みんなで行かないとつまらないじゃんとなり、結局、遊びに行く計画がなくなってしまったんですね。2番目の方は全員集まれそうなのでまあいいのですが、それ以外の日は何も予定がなく、すごく暇になっちゃったんだ。だから、他の友達を誘おうとしたらみんな塾に行ってて、暇な日が全然なくて、無理だと言われたそうです。後で聞いたら、初めに行けなくなった友達は、みんな塾の予定なんだそうです。うつ主は塾に行っていないので、夏休み毎日が暇なんですね。でも塾には行きたくないし、暇だし、と。すごく、残念になっちゃったんですよね。家で勉強でもしたいと思います。ああ、時間が全然稼げなかった。うつ主はマインクラフト以外にも、いろんなゲームをやっています。フリーゲームでは、青鬼シリーズを特にやっています。最後までクリアしたことは稀ですが、あとロボクラフトというのもやっています。マインクラフトに名前が似てたので初めて見ました。なんか、マインクラフトみたいにブロックを組み合わせて自分だけのロボット、と言っても、飛行機や戦車といった方が近いかな。作ったロボットに武器やガジェットをつけて、オンラインで他のプレイヤーと戦うんですね。ロボットの性能だけでなく、自分の操作技術も必要なので結構面白いです。有料ゲームではあの有名なバトルフィールドをよくやっています。プレイステーション3版なので重いし画質も悪いですが、有料ゲームだけあって、マップも作り込まれてるし、武器の種類も豊富なので、結構楽しめます。うつ主はバトルフィールドで8本チキンプレイなので、結構キルが取れています。正面の打ち合いでは、勝てないですけどね。いつか機会があったらそういうゲームも、ゆっくり実況していきたいですね。でも、やっぱりマインクラフトの世界観や雰囲気が好きです。今のところ、特に目的もなく適当にプレイしていますが、ゆっくりまったりやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今のところの目標は、資源を適当に手に入れて、ネザーに行って、それから、エンダードラゴンを倒したいと思います。大きな目的だけで、動画ごとの目的がほぼないので、グダグダプレイになる原因だと思います。エンダードラゴンを倒したら、ダンジョン系のモッドや黄昏の森のモッドを入れたいと思っています。そこまではバミラの雰囲気でやっていきたいと思います。まあ、そこまで失踪せずに、動画が続いていればの話ですが、なるべく失踪せずに頑張っていきたいです。はぁ、話すことがなくなってしまった。これから無言タイムです。好きな食べ物のことでも考えていてください。建築風景なんか見たくないという人は、5分40秒あたりまで飛ばしてください。
さて、家が完成しました。土を積み上げて見てみます。3、2、1。なんかすごいこれじゃない感がする。豆腐の方がまだマシだったかな。内装の説明をします。あの BGM を使いたいのですが、著作権が怖いです。入るとすぐにキッチン作業場、リビング物置兼用の素敵な一部屋。階段を上がると夕日が見渡せる素敵な寝室兼通路があります。屋上に出てみます。素敵な風景ですね。今回はほとんど雑談で申し訳ありませんでした。夕日が見えるように。そいや、ご視聴ありがとうございました。